皆さんこんにちは。ミポリンの愛称で親しまれ、モデルや歌手、女優として幅広く活躍する中山美穂さん。そんな中山美穂さんは生い立ちが壮絶だという噂があります。さらに人気が出始めた頃、とんでもない事件に巻き込まれたという噂があります。今回は中山美穂さんの離婚や誘拐された過去、子供に関する話を、壮絶な生い立ちをたどりながらご紹介します。まずは中山美穂さんの生い立ちからお話ししたいと思います。中山美穂さんは長野県佐久市で生まれましたが、いわゆる私生児で、実の父親は不明です。幼い頃に東京都小金井市に引っ越して母子家庭で育っています。お父さんは亡くなったと聞かされていたようです。中山美穂さんの両親は幼い頃に離婚されたようで、母子家庭の中で育ったようです。中山美穂さんには父親の記憶がないそうです。現在は母子家庭にはサポートがあるようですが、中山美穂さんの幼い頃にはそれほどサポート体制が整っていなかったと思われます。母親は幼い中山美穂さんを他の方に面倒を見てもらいながら仕事に明け暮れていたようです。相当苦労なさったようです。幼い頃から大変だった中山美穂さん、ただでさえ辛い生い立ちだったようですが、そこにさらにショッキングなエピソードが加わります。それは誘拐事件です。中山美穂さん自身の後になって、もしかしたらあの時命を落としていたかもしれないと語っているほど恐ろしい体験だったのでしょう。幼い頃から整った顔立ちだった中山美穂さん、小学生の時に誘拐の標的にされてしまったようです。それはまだ幼い頃、母親の知人を装った男に、母の代わりに迎えに来たよと言われ、車に乗せられます。東京から3時間ほど離れた場所に連れて行かれたそうです。結局何をされるでもなく東京に戻ると、パトカーが何台も待機していました。車の中で幼い女の子がどんな気持ちでいたのでしょうか。親戚に預けられているという状況でなければ起きなかった事故かもしれません。中山美穂さんは自分の生い立ちを恨めしく思わなかったのでしょうか。生い立ちを恨めしく思っていないにしても、大人になって子供を持ってからも消えない心の傷があるという事実は本当に痛ましい生い立ちです。中山美穂さんはその体験がトラウマになっていて、ちょっとでも子供から目を離すのが怖いと言っています。預けられる生活が続く中でも頑張ってきた中山美穂さん、誘拐事件を経験するという壮絶な生い立ちですが、さらに追い打ちをかける出来事がありました。それは母親の再婚です。その後、母親が秋田県横手市出身の男性と再婚し、秋田県横手市でイタリアンレストランバルパサポルテを経営しています。中山美穂さん自身、母親の再婚で帰る場所がなくなったと語っています。お母様の再婚がダメではないですが、思春期でデリケートな時期なので、どれだけショッキングな出来事だったことかと思います。中山美穂さんが自身の生い立ちを語る中で、一時期荒れたことがあったと言っています。母親の再婚で荒れている時期でしたが、そんな時に中山美穂さんの人生が変わる出来事が起こります。1982年、中学1年生の時に原宿でスカウトされて芸能界入りしました。中山美穂さんは幼い時から歌手に憧れていました。親戚の家でも明るく歌っていたようです。まさかの夢が実現します。その後、中山美穂さんは広告モデルやテレビ CM 出演などで活躍後、1985年にドラマ「毎度お騒がせします」で女優デビューし、同年にはアイドル歌手としてもデビューしています。なお、中山美穂さんは日本人ですが、デビュー当時から目鼻立ちのはっきりした、その顔立ちもあってハーフではないかという噂がありました。加えて中山美穂さんは私生児として生まれて、実の父親の存在を知らず、母親から父親は死んだと聞かされて育ったという生い立ちを持ちます。そのため、この中山美穂さんの実の父親がフィリピンの方ではないかという噂が流れました。また中山美穂さんの母親は顔が知られていますが、その顔立ちがどことなくエキゾチックであったため、これも中山美穂さんがフィリピンのハーフなのでは
という噂が流れる原因になったようです。1985年12月公開の大ヒット映画ビーバップハイスクールでヒロインの泉京子役を演じたのをきっかけにアイドル歌手としてもブレイク。その年の第27回日本レコード大賞の最優秀新人賞に輝いています。それからもさらに人気を上昇させます。しかしこの頃に信じられない噂があるようです。真偽不明の話ですが、ある記事には以下のようなことが綴られていました。中山美穂が人気が出始めた頃、中山美穂はディスコにいつも男5人くらい男を連れて行っていたらしい。ある日ディスコのトイレでレイプされて、それをビデオに撮られていたらしく、そのビデオをもみ消すために事務所が700万くらい払ったらしいといった信じられない内容でした。過去の誘拐事件といい、これが本当であればとんでもないトラウマを再び抱えることになるのではないでしょうか。あくまでも噂なので真実が気になります。中山美穂さんはその後1990年代にかけて国内を代表するトップアイドルとして活躍しました。ロックバンドワンズとのコラボ曲として1992年にリリースした世界中の誰よりきっとは180万枚を売り上げる大ヒットを記録し、1994年リリースのシングルただ泣きたくなるのも100万枚超のセールスを記録、共にオリコンチャート1位を獲得。この2曲は現在も中山美穂さんの代表曲として人気があります。女優としても活躍し、1995年公開の岩井俊二監督映画ラブレターではブルーリボン賞、報知映画賞、横浜映画祭、高崎映画祭など多数の権威ある映画賞や映画祭で主演女優賞を獲得しています。またテレビドラマにも主演女優、ヒロイン役として数々の作品に出演。1998年の連続ドラマ眠れる森では木村拓哉さんとダブル主演し、最高視聴率 30.8% という大ヒットとなります。豊川悦司さんと共演した2001年の連続ドラマラブストーリーも視聴率 20% 超えの大ヒットなるなど、デビューした1980年代から2000年代まで長年にわたって大人気女優として活躍しました。私生活では2002年6月にミュージシャンで小説家の辻仁成さんと結婚しました。同時に当初予定されていた主演映画さよならいつかの制作が延期と発表されました。この年の10月クールの連続ドラマホーム&アウェイを最後に日本での芸能活動を一時休止し、フランス・パリに移住します。そして2004年1月長男を出産しました。名前はジュートくん。交際期間8ヶ月の電撃結婚の際に中山美穂さんが辻仁成さんのことをやっと宝物を見つけたとコメントしていましたが、フランスでの結婚生活は12年間で終わりを迎えました。離婚当時息子のジュート君は10歳でした。ジュート君は2015年にパリの小学校を卒業しました。フランスでは小学校まで親の送迎が義務付けられているようで、最後の登校日、辻仁成さんも息子の送迎から卒業されることと、息子さんの成長した姿に涙したそうです。大人の都合で両親と離れ離れになったのに、とてもしっかりとした性格の息子さんのようで、父親としてはさぞ感慨深いものがあったのでしょう。息子さんの小学校について学校名は公表されていません。しかしパリの小学校を卒業したこと、そしてパリの中学校に進学したことが分かっています。辻仁成さんは時々日本に帰りたいとコメントしていることがあるので、息子と二人で日々頑張りながら小学校卒業にたどり着いたのではないかと思われます。そして月日は流れ、2022年9月にジュート君はパリ大学に入学しました。ちなみにパリ大学はフランスの難関大学の中でも3本の指に入ると言われる難関大学です。大学生となり辻ジュートさんは一人暮らしを始めていますが、辻仁成さんの自宅の近くに住んでいるということもあって、お互いの家を行ったり来たりの生活だそうです。しかし
2022年9月に大学生となった。ジュート君は2023年6月に別の大学への入学が決まり、進路転換することになりました。大学生活をこなしながら再受験し、パリ大学よりもさらにハイレベルな大学に合格したと言われています。非常に勉強熱心な青年であることがわかります。なお、どこの大学に在籍中なのかまでは不明です。ただ僕は30歳まで大学で勉強をして、その道のスペシャリストになりたい。音楽は楽しいけれど、趣味は趣味で続けて社会人として世に出るつもりとコメントしていることが分かっており、将来が楽しみな才能の塊であることは分かります。中山美穂さんと辻仁成さんの離婚自体は2014年7月のことでしたが、2014年3月には中山美穂さんと辻仁成さんが離婚協議中であること、スポーツ紙等で報道されていました。離婚当初は髪をサラサラのロングにして中性的なファッションをするようになる等の辻仁成さんの寄稿に中山美穂さんがついていけなくなった。自分は好き勝手をするのに、中山美穂さんが外を出歩くのを嫌い、家に縛り付けようとする辻仁成さんに中山美穂さんが疑問を持ち始めた。福岡在住の女性と帰国中の辻仁成さんが逢瀬を重ねていたといった辻仁成さん側に問題があったかのような報道もありましたが、離婚協議中に中山美穂さんが3歳年下の音楽家である渋谷慶一郎さんとデートをする様子が週刊誌に掲載され、離婚の原因は中山美穂さんの不倫なのだと世間は認識しました。この報道直後に中山美穂さんが親権を辻仁成さんに譲って離婚が成立。通常親権は母親が持っていくものですが、なぜ辻仁成さんが親権を持ったのかと言いますと、離婚するにあたって親権を辻仁成側に渡すことが離婚の条件だったこと、そして息子ジュート君が中山美穂さんと一緒に生活することを拒否したこと、この2点が大きいです。まず辻仁成さんは1995年に女優の南果歩さんと結婚して息子を設けたそうですが、2000年に離婚してしまいます。その際親権を南果歩さんが得たことを辻仁成さんはずっと後悔していたそうです。ですから今回は絶対に渡さないという信念があったのでしょうね。当初離婚協議は中山美穂さんが有利だったのですが、不倫をしていたことで形勢逆転、辻仁成さんは念願の親権を手に入れることができたというわけなんです。そしてジュート君は中山美穂さんが不倫していたことを知っているんです。これが原因で現在もなお中山美穂さんとの面会を拒否しているんです。それくらい嫌っていることも親権を辻仁成さんが手に入れることができた要因の一つと言えるでしょう。辻仁成さんは離婚後一番大きな心配は息子ジュート君の精神状態だったと言います。今まで一緒に暮らしていた母親と暮らせなくなったという現実を彼がどう認識しているのか、まだ10歳ですから神経をかなり使ったそうです。というのもパリは面積が狭い都市なので、どこで中山美穂さんとその恋人とばったり鉢合わせになるか分かりません。2人がラブラブ写真をネットに上げた時は即ジュート君の iPad を隠したそうです。渋谷慶一郎さんと中山美穂さんが手をつないだり身を寄せ合う姿や頬にキスする姿なども撮られています。これは東京の表参道、つまり中山美穂さんは元夫の辻仁成さんと息子ジュート君をパリに残して日本へ帰国して不倫相手とデートを楽しんでいたということです。これは芸能活動にも響くほどの悪いイメージです。ただ何がすごいかって中山美穂さんのメンタルです。子供を捨てて男に走った女だよね。歌も演技も上手くないアイドル女優さんは需要ないでしょ。子供より自由な恋愛を選んだイメージは消えない、事実は変わらないんだし、悪女として売り出した方が良くないですか。母親が不倫ってだけでもイメージダウンなのに、子供捨てたとなるともうイメージダウンとかのレベルではない。とにかく痛い女性、イメージが抜けず辛辣なコメントがネット上に今も残っています。ただこれだけ叩かれても
ドラマに出続ける中山美穂さんのメンタル、すごすぎです。パートナーと息子を置いて他の男と外で遊んでると知ったら、子供からすれば悲しいですし、世間は息子を捨てたと評価するのも無理はありません。中山美穂さんの不倫はその後どうなったのかというと、不倫発覚わずか1年後、2015年には渋谷慶一郎さんとは破局しています。中山美穂さんは当時ツイッターで、息子にいろいろ買ってきたんだけど最近は直接渡せず、仕方ないね、お父さんと仲良くね、誰よりも息子に会いたいとツイートしていましたが、自分で子供より男を選んでおいて今さら息子に会いたいはどうかと思う、また男ができたら息子は捨てるんでしょといった声がネット上に踊り、非難が相次ぎました。中山美穂さんの男好きは止まりません。2019年には中山美穂さんの5歳年下のミュージシャンとのデート報道が明るみになります。しかし中山美穂さんは、自宅にはいろんな人が来る、友達ですと恋愛関係を完全否定。ただまずいのが、お相手の男性が妻帯者だったのです。これについても、家族ぐるみで仲がいいとコメントしたんですが、仮に恋愛関係はないとはいえ、既婚者を自宅に招き入れて朝まで過ごしていたと言いますから、何もなかったわけないだろうというのが当時の世間の見方でした。40歳50歳になってもずっと女性として恋愛をしていたいのでしょう。結婚して奥さんや母親になる覚悟が足りなかったのかもしれません。妻や母親ではなく、一人の女性として生きる道を選んだということですね。いかがでしたか？今回は中山美穂さんの離婚や誘拐された過去、子供に関する話を、壮絶な生い立ちをたどりながらご紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくださると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。